こんにちは、高島徹です。本日のこの人に学ぶは、弁護士の上場俊明先生にお越しいただきました。上場先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。上場先生とはですね、大学の同窓会で知り合いまして、そこからですね、京都で弁護士をされている方なんですけども、もともとはこれ、弁護士にそもそもどういったきっかけでこうなろうと思われたんでしょうか。もともとは、そうですね、弁護士になったきっかけとしては、やっぱり兄がちょっと軽い知的障害なんですけど、やっぱりすごいいじめにあってて、で、小さい頃からやっぱりいじめに対してすごい抵抗感があってですね。で、私自身もなんていうかな、かといってじゃあそれに対抗するほど、いろんな根回しをしたり、味方につけたり、弁が立つわけでもなかったんですけれども、それがやっぱり悔しかったというところで、そういうところが根底にあってですね、なんとかやっぱりそういうのに力をつけたいなっていうところがあって、やっぱり、あと父もそういう性格を知ってたので、お前はサラリーマン向かないよと。そうおなんだ。前みたいな上に立てつくような人はいらないよみたいな、弁護士がいいんじゃないかっていう話で、いろいろ当時中坊さんがやっぱりすごく活中躍坊されて浩平て、さんですね。中坊浩平さんです。有名な方ですね。これ本も読ませていただいて、そうですね、やっぱりそれで、なりたいなっていうふうに、法学部目指して、そこから司法試験目指してっていうことで進みましたね。そうなんですね。じゃあ今どういう分野の弁護といいますかね、ジャンルといいますか、そういったところを得意とされてるんでしょうか。今は、不動産、賃不動貸産。借、売買、建築が、6割ぐらい6で、割。交通事故のご相談が多いので、交通事故が4割ぐらいにはなってますけど、そうなんですね。メインは不動産ですね、貸借です。分野としてはそういったね、不動産とか交通事故ということなんですけど、上場さんが大切にされているのは地元密着というふうにお聞きしたんですけども。そうですね、私の方は地元密着と、不動産専門と、あと現場主義っていうことを、3つ大事にしてるんですけれども、1つは、不動産で、もともと祖父であったり、この京都の北区でずっと生まれ育って、いろんな方からお声掛けもいただいてますし、で、そういう、特に祖父が結構農家で中卒で、頑張ってたんですけど、騙されて、結構バブル期とか、大金を失うようなこともあったんで、で、やっぱりそういう農家とかで頑張ってる方とかで、学歴とかあんまりないけれども、そういう方に、力になりたいなっていう思いは、地そうなんですね。元で、来やすく、気軽に来てもらえるような、事務所にはしております。そうですね。京都の北大路、地下鉄の北大路の駅からですね、徒歩5分ぐらいのところにね、事務所を構えられて、もう地元密着ということで、こうやってらっしゃいますもんね。そうですね、はい。やはり地元のお客さんが非常に多いということになるんですね、そうすると。そうですね、京都市北区の地元の方が、すごく多く来ていただけてますね。妻と2人でやってることもありますし、なんていうかな、高齢者の方なんかが、来られて、のんびり 会議室で時間過ごしていただくことも結構ありますし。そうなんですね。そういった中からね、いろんなお困りごととかね、出てきたりもしますもんね。
そうですね。まあ、うん。そうですね。まあまあ、そうですね。ゆったり過ごしていただいたりしてます。はい。うん。はい。まあ、これまでで、取り組んできてですね、まあ、研修生時代の時もそうなんですけど、これ特に困ったなというふうな事件というか、トラブルとかありましたかね。まあ、当然、具体的なお名前を出していただく必要はないんですけど。そうですね、まあ、困ったなっていう事件では、私の前、所属してた事務所はい。が、まあ、不動産専門で、で、まあ、賃貸借契約の更新料っていう、はいまあ、契約の、まあ、2年契約の更新時に、まあ、はい。更新料を取るっていうのが、まあ、これが消費者団体に目をつけられて、無効だということいわで、ゆる礼金というやつですね。まあ、礼金はまあ敷金、礼金で初期なんですけど、はい。更新敷時金に、か。敷金と礼金と更新ですね。まあ、失礼しました。敷引金っていうのも返還訴訟を受けてたんですけそうですね。ど、家主さんがその更新料10年間遡って取られるっていうことで、10年も。10年。で、まあ、京都なんかは1年更新で、1ヶ月とか2ヶ月とか家賃更新料取ってたんで、そうですね。で、1部屋につきだから、まあ、10ヶ月分とか、まあ、おうおうおう。50万とか100万とかを1部屋についてですよ。だから10部屋持てたら1000万とか、20部屋で2000万とかもうとんでもないですね。すごい金まあ、額そですんな過払いバブルの次に家主を狙ね。うっはは。ていうのが、まあ、消費者団体に狙われてですね。で、結構更新聞新料。も家主が強欲だっていうことで、消費者団体側になって取り返せっていう訴訟になっそうて、ですね。裁判でも新聞が出たりして、まあ、世論がすごく、世論に立ち向かう訴訟っていうところで、まあ、最高裁まで行って、返さなくていいっていうことになったんですけど、あ、そうなんですね。それは有効だっていうことで、やっぱり契約で決めたことですよねと。みんな更新料払うということで契約してるんだから、それを後から無効だと言って取り返すのはおかしいということで、ああ、なるほど。過払いとは全然違うんですよね。過払いは違法なんで、法律違反の利息制限法の超える利息を取ってたので、やっぱそれとは違うんだって、もっと消費者もちゃんと勉強して、ちゃんと契約書を読んで契約しなさいよっていう、まあ、最高裁のメッセージで。まあ、それは大変でしたね。もう寝ずに やりました。そうなんですね。まあ確かにプレッシャーすごいですよね。まあ、やったら事務所潰れるから君らも解散だみたいな感じで 言われてああ、ましそたのし。当時の所長さんがそんなことをおっしゃったんですね。まあ、家主からもね、見放されますしっていうのは。まあ、それは、まあ、家主の味方っていうところでどうなのっていうところはあるでしょうけれども、まあ、正しいことをしてることが、まあ、どっちが強い弱いってあるにせよ認められる、で、権利が侵害されたことに対して戦うってことがいかに大変なのかっていうこと、自分の権利を侵害されたものを回復するというか守るっていうのがそんな安いもんじゃない、ただじゃないんだよと。ものすごい努力と、ものすごい、やっぱり戦いの上に権利っていうのはあるんだよっていうのを、まあ教えられましたけどなるね。ほど。教わりましたけどね。ありがとうございます。逆にまた、弁護士やってての喜びというかですね、これはすごく、仕事してよかったなと思うようなケースってどういうことがございましたか？やっぱり、まあ、喜びってのは普段ありますけれども、まあ、我々やっぱりすごい暗い顔をして皆さん悩みを持ってこられるので、あ、そうですよね。嬉しい顔して弁護士のとこ行く人いませんね。で、我々はそれに対してゴールというか、まあ、それに対してこういう形で解決しましょうっていう道筋を示して、で、まあ、そこに向かって進んでいきましょうっていうことで伝えると、結構明るくなって帰られるそうんでなんすですね。うね。ちの妻がすごい明るくなって帰ったよって。
まあ、それはやっぱり嬉しいですよね。で、そうですそね。こで解決して、気が晴れたよっていう。やっぱ何年経ってもこう、なんていうかな、感謝していただいてるよみたいな言ってくださる方もおられるし、それはすごくやりがいにもなるし、あ、そうなんですね。まあ、こういう仕事しててよかったなというのああ、がありますね、なるほど、なるほど。まあ、弁護士というとね、結構敷居が高いこうイメージがあるんですけどね、もう地元密着型で、そしてまた分野をこう絞ってですね、アットホームな感じでこうされてるというのがね、すごく伝わってまいりましたね。そうですね。じゃあ、上場先生のこれからの大きな夢というのはどういうところがございますか？そうですね。やっぱり、まあ、不動産の専門というのをもっと突き詰めていきたいと思ってます。不動産の専門を突き詰める。はい。不動産分野について、やっぱり、不動産であれば、上場だなって言われるように、もっと、不動産分野を突き詰めていきたいし、そこを、もっとより良くサービス提供するためには、組織というか、今は弁護士一人でやってますけれども、それを、強力なこうメンバーを入れて、まあ、専門分野を突き詰めてね、いきたいですし、まあ、やっぱり、家主側の弁護士って少ないんですよね。あ、そうなんですね。借地借家法っていう法律があって、まあ、借り主さんにすごい有利な内容になってます。そうですね。で、やっぱり、まあ、それは改正されません。改正されないんですよね。ああ、そうなんです。時代に合わない状況にはなってるんですけど、昔の家の足りない時の法律でしたからね。それは日清日露の戦争で、まあ、戦争にこう、まあ、一家大黒柱のね、方が戦争に行くのに、後で追い出されないように、法律が元なんですよね。そうなんで旧す借ね。地法、旧借地法。それは残ってて、やっぱりそれが、すごく、いろんなことを阻害してるというか、まあ、不都合出てるけれども、家主さんって人口的には少ないですし、そりゃそうです借ね。り主さんの方が多いんで、そうですね。改正されないんですよね。やっぱり借 そうか、り主力制関限係が。というか、数の力か。ただまあ、それはそうとして、例えば法改正の中で、やっぱり正しく、現実にあったような法改正とか、されるように、まあそういうところまでね、できる限り、高めていきたいなと。判例を積み重ねていくというところとかね、大切ですよね。そうですね。まあ、あとは、まあ、やっぱり、まあ、不動産分野に限らないことですけれども、まあ、基準がない世界っていうのが結構あったりするんですよ。例えば、まあ、最近はできたんですけれども、こう、不利益事実の告知すべきなのか、告知すべきじゃない。まあ、最近多いのはやっぱり孤独死された人に対して、告知しないといけないのか、いわゆる貸物件というか、そうですね。まあ、どの期幽霊間が出をるみたいなやつですね。とか、他にも、まあ、高齢者の方が、まあ、孤独死されてしまうから貸したくないとか、その後、亡くなった後と、ちゃんとこう明け渡しを受けて、ちゃんとこうきれいに帰ってくるっていうのが整ってないので、まあ、貸し渋りができたりして、まあ、双方にこう不利益なことが出たりしてる確かにのそうで、ですね。まあ、これからね、高齢化進んでいくと、一人で暮らすという方、増えてくるでしょうね。そういうところに対しても、
まあ、解決策というか、うん。できる限り、まあまあ、いろんな最新の議論っていうのは出てるんですけあ、そうなんですね。どね、速やかに取り入れて、まあ、円滑に、円満にね、まあ、社会が、まあ、そういうニッチな分野ですけど、動そうでくすね。ように貢献したいなっていうふうにははい、そうなんですね。ね。まあ、京都はね、結構、賃貸物件も多いし、まあ、学生の街ですからね、まあ、そういった意味では不動産関係の、まあ、トラブルといいますか、行き違いというのは結構あると思いますんでね、そういったところで、まあ、上場さんがこう力を発揮して、また法律改正とかして、まあ、日本の社会ね、よくしていただけると、すごくね、みんなも喜ぶと思います。はい。ありがとうございま本す。日はね、ありがとうございました。はい。本日は、上場俊明弁護士事務所、上場俊明先生にお越しいただきました。上場先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。